2023年10月より放送が開始される時を松岡正宏46が主演の人気ドラマシリーズ火星夫の見たぞのテレビ朝日系16年から放送が開始され第6シーズンを迎える本作だが相棒となるヒロインの新火政府役に抜粋されたのはあの人気女優だというテレビ朝日関係者が語る川口春菜さん20 8が主演し22年10月に放送されたフジテレビ系ドラマサイレントにも出演し、桜僧、目黒二26の妹役である桜頬を演じた桜田日和さん20だそうです。頬を演じた桜田さんは、目黒さん演じる僧の耳が聞こえないとわかるや家族の中で一番に手話を習い始め、家族仲を取り持とうと奮闘する役柄でした。 物語が盛り上がるにつれて視聴者も感情移入。一生懸命な姿をドラマ内で見せる桜田さんの演技に視聴者からもいろんなシーンで泣きました演技が本当に自然体でしたなど感動の声が上がりましたよね。そんな桜田は所属する大手芸能プロダクションでも1、2を争う努力家として知られるという。 幼少期から傷モデルとして芸能活動を続けてきた桜田さんですが小学4年生の時に女優になりたいとして現所属事務所のオーディションを受け見事合格。足田真奈さん、19、が主演し、14年に放送された日本テレビのドラマ、明日、ママがいない、では、児童養護施設で暮らす子供役を熱演。 そこで披露した迫力ある演技と繊細なピアノの技術が高く評価されました。特にピアノはドラマのために練習したそうで、頑張り奥さんな一面が垣間見えます。全道若干二十歳にして女優歴11年のキャリアを誇る桜田だが、もっか仕事は順調そのものだ。スポーツ上記者が言う。七夕の7月7日には高橋文才さん20。 二度のダブル主演映画交換嘘日記も公開されました。学校一のモテ男子と不器用女子が交換日記をきっかけにラブストーリーを展開する今作。浴衣姿で登場した舞台挨拶では、共演者の高橋に撮影中ホッケを無に言とされて何も考えられなかったと語るなど、率直かつ乙女の一面も覗かせていましたね。 視覚引っ張りだこの桜田日より恋愛問題と仕事事情、舞台挨拶の場で共演者との親密さをアピールしたとなれば、稲が王でも非生活での恋愛問題にも注目が集まりそうなものだが、その点はどうか。桜田さんはサイレントに出演する直前の昨年8月期には、TBSK の深夜ドラマ、生き残った6人によると、で主演。 その前の7月期には、彼女、お借りします。テレビ朝日系、で何わ男子大西流星さん、21、を相手にヒロイン役を務めました。さらに遡って4月期門系 NHK で、卒業タイムリミット、に主要キャストで出演と22年は大坊主。民放だけでサンクールも主要キャストを演じていたんです。 来年には男性アイドルグループ超一のメンバーである川西匠さん24とのダブル主演映画バジーノイズの公開も控えている。帽しすぎて恋愛どころではないのでは前でのスポーツ上記者。そんな桜田だが、この先はさらなる過酷スケジュールに立ち向かうこととなるようだ。家政府の 三田園が放送される10月期には他局の深夜ドラマでも主演を務めることが決定しているそうです。これだけ仕事が舞い込むのは演技力が高く評価されているだけでなく、一つ一つの仕事に丁寧に取り組むから、実力の高さは折り紙好きですから、将来的にはさらなる飛躍を遂げるのではないでしょうか。前でのテレビ朝日関係者。 所属事務所の先輩には同じく子役出身で女王の教室、日本テレビ系などに出演したシダミク30もいる。桜田も先輩子役役者であるシダの後を継ぐように大女優への階段を駆け上がれるか。近く、画像、大いに期待してます。桜田日より20歳のキスカオショット、若干20歳と6ヶ月の桜田。 さらなる飛躍が期待される。